星は見つかった？お前の母親と虫に襲われたんだぞ。なんで言ってくれなかった？なし。あ、待って、こっちに来ないで。危ない。ちょ、燃やす。これマーガレットまで、あ、マーガレットまで届いてるね。一応マーガレットまで届いてるけど、うん、オッケー。痛い痛い痛い。あ、落ちてきた落ちてきた落ちてきた。私の、いや、待て、登ろう。よかった。あまりダメージ受けんかったね。先手必勝。うん。マーガレットのダウンさえそれ取れば、虫は消えましたね。よかったよかった。効率よくいけた。じゃあもう入ります。さあ、祭壇あったね。さあ、果たしてここにワクチンがあるんでしょうか。どうでしょうか。このバットはあれかな、ルーカスの子供の時代の、うん、子供時代のものですかね。これ野球、ベースボールキャップだよね。うん。なんだ。ああ。開いた？開いた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 。なんかね、番号を入力しないといけないのかと思ったけど。この手の、うん、装置とこの箱連動してましたね。ということは、もともと、この2つは同じとこで作られたものですね。わあ、ミイラ。資料、型、体の結成について以下のをことで結成を生成が可能である。D 型被検体、脳神経。D 型被検体、末梢神経。まあ、脳神経、脳みそからね、結成が作れるっていうのを言ってますよね、これは。D 型被検体から、うん、多分これだ。取れる？どう？取れないですね。おお。はいはいはい。どう？血清は見つかった？お前の母親と虫に襲われたんだぞ。なんで言ってくれなかった？悪かったね。で、血清は？いや、まだだ。でも作る材料ならわかった。D 型被検体とかいうやつの頭と腕らしい。頭？頭なら持ってたと思う。本当か？でも腕の方はわからない。球管は全部調べた？いや、まだだ。2階を調べてみるよ。それじゃあ探してみて、見つけたらトレーラーで会おう。ゾイ、知ってんだったら教えなさいよ。なんかさ、ゾイさ、あのちょっとおふざけ感があるところとかありますよね。あ、これここから抽出して取るんじゃないんだ。ここに、あ、ここに書いてあるね。絵、この被検体から取るわけじゃないみたいですね。ここの絵に書かれてる通りか、頭と腕が必要みたいですね。ここの文字見た限りだとね、腕って書かれてないからね、わかんないよね。自分ももうここのね、血清関連の材料とかもう完全に忘れてましたわ。うん、そういえばこんなのあったなって見た瞬間思いました。来るんだっけ？あ、待って、何回いたぞ何回いたぞ今何回いた。え、大丈夫？来ない？何回いなかった今。10月11日一日中ひどい耳鳴り、夜も眠れない。あの子が来てからだ。ゾイの言う通り、あの子はどこかおかしい。一緒に来た女も、幻覚、幻聴、吐き気が止まらない。町の医者に行ったらレントゲンを取られた。どうなってるの？あの子がプレゼントをくれた。10月の15日までは徐々に蝕まれてて、まだ自分の意識もはっきりしてる状態だったんですけど、1週間後かな、約1週間後の、10月の23日にはもう一気にこうバッて感染したって形でしょうね、これ。2階の一番奥、プレゼントは秘密の部屋に、誰にも渡さない。あの腕はあの子の信頼の印、私たちを幸福に導いてくれる。この幸せを、汚す者は誰も生かしておかない。奥に腕があるみたいだね、この、うん、館のこの多分こっちだよね。へえ、
これはなんだっけ、これなんでしょうかね。多分エブリンが作ったものじゃないでしょうかね。これは、これ何、なんだこれ、ネズミだっけ、なんだっけ、あれこれ関連の敵が出てくんだっけ。ちょっと待って、怖っ。弾もねえしなあ。あ、急に明るくなってる。大丈夫？あ、いなかった。大丈夫だね。ガモン。あ、これか。このガか。アイテムくれ。アンティーク来た。あと1枚じゃない？あと1枚で。うん。これ一旦戻らんといけないね。襲われそう。あれだよね。マーガレットの。ランタンが必要ですよね。いやー、どうなってっかなー。おーっと、マガレット起きてますね。やばい、持っていかれた。あー、変身したね、マガレット。あれが厄介なんですよ、皆さん。でもこれどうだったっけ。あ、下に行かないといけないのか。あいつを追っていかないと。まあ、その前にセーブしてた方がいいね。一回整えていきます。9枚来たな。9枚来たから、これそうだね、これちょっと銃取り行こうか。来た。マグナム、反動はでかい。あ、マグナムだったか。マグナムゲットした。ハンドガンじゃなかったですね。ていうかこれマグナム弾作れたっけ。あー、マグナム弾作れねえな、現状だと。しまった。それだとステロイド手に入れた方が良かったわ。ちょっと降りて、あと追いましょうかね。こっちに、うーわ、懐かしいな。今のは何だ。何かあるな。マーガレットがね、虫系の攻撃をしてくる理由があれなんですよね。マグナムが、弾があればね、マグナム持ってくるのもありだったかもしれないけど、マグナムの弾多分手に入らないからね、ここの先でも。まあ他の武器で頑張るしかないですね。すぐは襲われないんだっけ。すぐは襲われないね。あった、ここに繋がってたか。しまったな。わざわざ戻らんでよかったわ。上はいけないんだよね。確か下からだったはず。下からなら開いてんじゃないっけ。開いてない。開いてないか。上か。上が開いてんのか。開いてた、上が。いますね。ちょっと待って。どこだ。まだ出てこないな。ボス戦だったっけ。ボス戦かな。嫌だな。ボス戦。ハーブ、ハーブ。よし。これ何？お宝の写真。来た。ゾイ、ゾイのトレーラーのトイレだ。ここ？マグナムの弾あった。OK、ナイスナイスナイス。ナイスお宝。どうしよっかな。もうマグナム持っていこうか。4発あれば生きるでしょう。相当ダメージ入ると思うよ。で、強化、そうだね、ハンドガンの強化弾もあるから、これはね、もう結構楽勝でいけるんじゃないですか。焼夷弾来たんだけど、え？焼夷グレネード弾。待って、これが来たってことは、グレラン手に入るっけ？この下で手に入るかもね。でも枠ないんだけどな。どうしよっか。まあ行きましょう。どう？もう来るんじゃないっけ？マガレット。まだけ？あ、まだだまだだ。とあるとこに行くとイベントが発生します。ここ。ここを登ろうとするとイベント発生する。からまあまあまあ、まだ行かない、まだ行かない。
とりあえず取れる限りのアイテムを確保する。燃えた、消えた。え、まだいた、まだいた、いった。バカバカ、開いた、ありがて。はい、薬液でかいね。で、ここももう燃やしとこう、通れるように。じゃあ上行きましょうか。ここここなんすよ。あれ、おお、痛い。もう終わらせようじゃないの。やめて、ヘナガおばさん、やめて。ヘナガおばさん、ヘナガおばさん、勘弁してくれ。 OK、 ドラマグナムが火吹くよ。あれ、まだ戦闘入んない。あ、いいといいといい、びっくりするわ。え、これバレてないの？気づきなさいよ。今あなたを真下から頭めがけてマグナムで狙ってますよ。バボン。聞くわな。さあ聞くわな。バボン。お、そうそうそう。いてててててて。いてて。お、そうそうそう。危ない危ない危ない。燃やせ燃やせ。燃やせ燃やせ燃やせ。効くんだよ、効くんだよ、これ。はい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 。いやいや、全然。あれ、今度突っ込んでくる人だったっけ。やばい、回復。に逃げる前に、逃げる前に、撃て撃て撃て。いざいざ。オッケーオッケーオッケー。え、ちょちょちょ、ジタバタしすぎやろ。ジタバタしすぎやろ、マガレット。やばい。あ、どこ行った。は、え、どこ行った、あいつ。あ、いたいたいた。え、またまたあっちの方向見てるよ。またお前の頭をマグナムで狙ってるぞ。いいのか。ドン。またまた落ちてきた。待って、学習能力ねえぞマガレット、マガレット学習能力がありませんぜ。やばいやばい、めっちゃ追われてる、めっちゃ追われてる、めっちゃ追われてる。どうしようどうしようどうしよう。振り向きからの解放じゃ。いった。燃えろ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 。いって。まあごめんなさい、学習能力ないのも自分もですね。今のモーション入ったら飛びかかり来るだろうってね、もう忘れてました。お互い様ですね、学習能力がないのは。いやー、強えなーマーガレット、強えなーマーガレット。で、早っ。見て、マガレットもうあそこまで行ってんだけど、すごい俊敏性ですね。あ、引っ込んじゃった。困って、どこいるんだっけ。あ、ほらこっちだよ。おおお、そこか。燃えろ燃えろマガレット、マガレット、燃えろ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 。オッケー、落ちた。え、落ちたよ。落ちねえのか、マグナムで閉所したのに。こいつまずい、まずい。 OK、 逃げる、逃げた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 。よくそこ入れるよね。ガードガード、あ、いたいたいた。また落としてやるわ。あ、待って、補給補給補給。はい、暗い。えっ、はい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 。あ、ない、くるくるくる。ん、あれ来ない、飛んでこないね。燃えて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 。あぶねあぶね、飛んできた。あれ、どこ行ったどこ行った。そのポジションから飛ぶか、そのポジションから飛ぶ。なるほど、次どこ。待て、どこ行ったどこ行ったどこ行った。あ、ダメージ相当負ったから逃げたんだ。やばい、進化してる進化してる、なんかなんかおぞましいものに進化してる。ほら、ボエボエ言ってる、見えない見えない、ボエボエボエ言ってる、ボエボエ。どこ、ちょっと待って、いたいたいた。うそー、痛い。
刺された刺された後ろに痛い回復えぐみ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 えぐ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 待て待てお前ふざけんなよおおいた来るジャンプしたどっちそっちちょっと待て燃やしてアイテム確保どこだどこでどこでジュクジュクいってる待った待った待ったダメダメ刺さん燃えて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 どこあどこいるあ来た来た1発入る2発入る3発入る4発入る5発入る6発入る7発いやこれジャンプしてくるジャンプしてこないジャンプしてこないジャンプしてこない当てていくそれでお前お前そこか燃やせ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 ジャンプしてくるあ一回一回落ちる一回落ちる一回落ちる待ってもう弾ないんだけどまあ、そこそこ使ったよどうどうだどう来るショットガンとハンドガン待ってマグナムめっちゃ使ったねうん待ってマグナムね前段使ったけどさほど楽に倒せてないよさほど楽に倒せてませんよどこだこれおいおい倒せた倒せたかいった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 倒した倒したよなあよかったよかったオッケーもう生き返ってくるなよマーガレットうん討伐成功おお苦戦した長かったですね。これ多分マグナムなかったらまだ続いてたよ。本来だとね、この下にたくさんアイテムあるんですよ。だから、ここのアイテムを駆使して倒すって感じなんですよね。ただ今回はマグナムがあったおかげで、下のものをね、うん、一切使わず倒せたって感じですよね。マグナムがあれば、あ、なければ、下のも使わないと倒せなかったと思います。こっちどうにかしたらいけるんじゃないけだよね。マーガレットを倒したから、うん、ここの塞いでたものがね消滅しましたね。ハンドガンあった。それじゃあねランタン入れに行きましょうか。あの先にはね何が待っ大丈夫？ほらほらほら、ちょっと待って。ねえ、風かなんか吹いてきたよ。危ねえ。敵出てくるかと思った。まだ大丈夫みたい。いや、俺ね、あのトレーラー前の敵がね、すっげえ苦手だった記憶があるんですよ。出てくるはず、出てくるはず。そうそう、もういい加減にしろとかなんか言ってた記憶があるから、だからあそこら辺でね、ちょっとビクビクしてしまうんですよね。いないよな。OK。待って今ピアノの音せんかった違うほらほらほらはえここじゃないよねあっち方面のなんか多分部屋があんのかなえやばいやばいまだ出てくんだっけ敵もういいってセットこれで解除されたね。暗いんだよね。ああ、待って、モルテッド出てきた記憶がある。これ。これ、エブリンの、おわあ、来るぞ、来るぞ、来るぞ。エブリンのお気に入りのね、うん、人形だったみたいですね。やばい、来る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 って、来るって。あれ
何も入ってないの？これ取れない？取れないね。ほら。いや、モルテッド出てきた気がする。ほら。ほら。ちょっと待って。一旦下がろうか。ね、後ろ。後ろさえ確保しとけば問題ないはず。靴があるね。同じ靴ばっかだね。これは？これなんだ？ My family. My family, my family, my family って書いてある。エブリン。来ない？これどうすかな？ショットガンの、ショットガン？ショットガンにしとく？複数出てきたらショットガンに切り替えようか。一匹なら、そうだね。ハンドガンで対処して、いたね、いたね。なんかいたね。すごいね。もう熱で、キュッと。うん、熱でキュッとなってますね。溶けてます。悪趣味な。あ、これがね、なんだっけ。ジャックの日記に書かれてた船ですね。船がね、漂着してたと。書いてありましたもんね。なんかあるんだっけ？え？ぐちぐち言ってる。ああやばい、カビが侵食してますよ。見てください。これ持ってるとなんか起きるんだっけ？いや、特には起きないですね。カビイコールモールテッドが出てきますよっていうのがね。ほら、そこ。出てくるよ、モールテッド。アイテムは？なし。いやー、どうしようかな。火炎放射器効くんだっけ？モールテッド。見て、この、カビの山を。こんなとこ入って、カビ菌だらけだからもうね、ただ呼吸してるだけでカビ菌がね、肺に入ってきますよ。そのレベルだよね。ここは。もうガスマスク必須です、この部屋。いるけ？おー、出る！大丈夫。大丈夫だった。こんな部屋1時間ね、ずっといたら、あれだよね。かなりの症状が出てくるんじゃないですか。私はこんな部屋にはちょっといたくないです。彼女に何かが起きている。これを書いたのはジャックでしょうかね。それとも、ゾイか。しまった。後ろは？オッケーオッケー、来ない。こっちの部屋行って戻ってきた時にね、いた気がすんだよな。複数。どう？後ろ？大丈夫。ごめんね、こっからちょっとビクビクなってますけど。許してくださいね。なし。あ、待って！こっちに来ないで。後ろから聞こえたよね。なんか急に動かなくなったから何系って思ったけど。ここだ。ここに腕があるんでしょ？腕は？腕はどこ？こん中だ。こん中だ。待って待って待って。大丈夫。ででんと。あれ？腕なかった？なんだ？手紙。はい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 。ここだ。おお。隠し通路が。手ありましたね。この死体、誰の死体かね。人形じゃないもんね、これは。死体だよ。D 被検体の腕。マジかよ。多分これだな。エブリンではないよね。エブリンの声が聞こえてきたから。いた、エブリン。ほら。このね、死体は、一般の子なんでしょうかね。それとも D 型被検体の子なんでしょうかね。ちょっとね、ここら辺覚えてないんですよ。この子が一体何なのかっていうのは。エブリン。OK。で、
あの結構カビルンルンが一斉に襲ってきた記憶がありますよ。ここはまだ大丈夫。この先うぃーやん燃えてー、聞いてない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 ぞ。このカビ、このカビ待て、おっよし、モルテッドやっぱ危ね、モルテッドあれだね、効かないね火。うん、なんか乾燥に弱いってイメージがあるけどさ、金自体が。え、はい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 、ちょっと逃げ、ジュワッ。こいつちょっとね動きが遅い。なんかさ、普通のモールテッドに比べて図体がでかいよね。その関係もあるのか。うん、そうだね。ジュワッ、オッケー、やったやったやった、はい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 、節約、オッケー、やった、よし、もうこうやって噛みつくことしかできないよ。お尻をついて、はいはい、やった、倒した。あー、びっくりした。こんな感じで来るんですよ。行ったよなこれ、行ったね。ただね、一体だけじゃないんですよ。複数いた気がする。どうだっけ？ここ。ここはまだ大丈夫か。今先はね、そこそこ出てくると思うよ。どけ。うえ！あ、もうこれ。あ、通り過ぎれないよ。爆弾？危ない。もうこれ吹っ飛ばすわ。よいしょ。そう、頭さえちゃんとね当てればワンパンですから、モールテッドでも。うん、またいるけ、大丈夫、肩待ちしてそう、いない。こっちは、あ、どう、大丈夫、いやまだ出てきたはず。もう出ないけ？あれ？だよね、いるよね。知ってたよ。来いよ。一応聞いてはいるんだよね。聞いてはいるけど、さほどって感じ。あ、こいつ強化型ですね。危ない。ひっくり返った。くそ。あ、だ、ガード。ナイス。いった、危ない、いや、アクティブ、待って、ごめん、アクティブ、めっちゃアクティブ、こいつ、回復。え、やっぱ他のやつらよりか、すごいな、アクティブ感が。うん、燃やせ、ジョワ、焼けて、いた。そうだね、片手が変態してるタイプは半端ないっすね。ほんと動きと耐久値もうクリアなはず。よし、虫にはうんざりがアンロックされました。実績もういるけ、さすがにいる、まだ OK、 まだ大丈夫。さあね、ゾイとの初の顔合わせですね。前にもあったけどね、顔は見てないですからね。ゾイは、あら、ゾイいないじゃん。なんで？おい、どこにいるんだ。いや、まあいい、あとはお前が持ってる頭だ。これでミアが助かるんだろ。じゃあ相棒、お前に教えといてやるよ。ゾイのやつはな、今ちょっくらお休み中なんだ。ミアと一緒に俺んとこにいるからな。まあ、そう心配すんなって、二人とも仲良くやってるぞ。今すぐ二人を話せ。どうするつもりだ。そんなこと教えねえよ。そいつは俺たち家族の問題で、お前には関係ねえことだからな。わかんだろ。いいか、この頭が欲しいなら俺んとこまで来てみろよ。そしたらくれてやってもいいぜ。
やってもらうぞ。ちょっとしたゲームをな、お前のために考えてやったんだよ。ゲームだと？ああそうだ、ワクワクするだろ。そう焦んなって、ゆっくり楽しませてやるからよ。まず最初にやることを言うぞ。相棒、そのトレーラーの冷蔵庫の中に何が入ってるか見てみろ。ふざけやがって。おいおい、なんだよ、しらけさせんのか。もっとゲームを楽しもうぜ。いいから、とっとと冷蔵庫見やがれ。あー、この流れだったっけ。はい、ルーカスにね、ゾイが捕まってしまったみたいですね。で、今からちょっとしたゲームをやるから、お前も参加しろと、助けたければ。と、脅されました。ということで、次回はルーカス編になります。はい、というところで、まあ本日はここまでにしておきましょうかね。キリがいいので、ご視聴ありがとうございました。この続きもね、また見ていただければすごく嬉しいです。よろしくお願いします。はい、それでは島津のバイオハザード72021年版になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。